ホワイ手ロックマンはアメリカ合衆国のオスカロライナ州ローエル出身の元プロ野球選手監督1943年にニューヨークジャイアンツと契約1945年7月にメジャー昇格を果たしたこのシーズン32試合に出場し打率341を記録して将来を期待された兵役を経て1948年にメジャー定着 キャリアハイの18本塁打、68打点を記録した。1951年10月3日のナショナルリーグ、優勝決定プレーオフ第3戦では3点ビハインドの9回、裏、ブルックリンドジャースのエース、ドン・ニューカムからタイムリー2塁打を放つ。これでニューカムはマウンドから降り、ボビー・トムソンの、その1打が世界を変えた逆転、サヨナラスリーランホームランにつながる。 1956年途中に、ジャイアンツは、セントルイス・カージナルスとの間で、ロックマン、アルビン・ダーク、レイキット、ドン・リドルとジャッキー・ブランド、ジャック・リトル・フィールド、ビル・サルニ、レッド・ショー・エン・ディーンスと、ゴードン・ジョーンズの4対5の大型トレードを行った。しかし、翌1957年のシーズン前に、ホイト・ウィルヘルムとのトレードで、ジャイアンツに戻ったが、 1959年は、ボルチモアオリオールズに、金銭トレードで移籍した。このシーズン途中にシンシナティレッツへトレードされ1960年、限りで現役を引退した。レッツでは、フレッド・ハッチンソン監督の下コーチを兼任。1961年から、ジャイアンツのコーチに就任した。1972年のシーズン途中、レオドローチャーに代わって、 シカゴカブスの監督に就任し、1974年途中まで務めた。その後は育成部長、スカウトなどを歴任した。2009年スコッツレールで没した。ありがとうございます。